こんにちは、はい、よく優勝争いとか CS 争いというのはやりますけれども、うん、なかなかやっぱり報道されないのが最下位争い。まあそりゃそうだよね、はい、もう俺なんかもうしょっちゅう経験してる海洋時代ですか。そうそうそう、今日はその最下位争い、はいはい、やっぱり抜けるチームはどこかというのをちょっと焦点を当ててやりたいと思います、うん。まあ、現在セリーグは5位ヤクルト、6位中日で 2.5 ゲーム差で、パリーグは5位西武、6位日本ハムで 0.5 ゲーム差という8月6日時点でのこの5位と6位です。じゃあまずセリーグなんですけれども、まあ、2.5 ゲーム差ありますけれども、これ最終的にどうなんでしょうか。やっぱりさ、はい、ピッチャー見るとやっぱ中日の方が上なんだよね、はい、ただその野手を見るとさ、やっぱり破壊力っていうのはヤクルトなんだよね。そうですね。でもその破壊力がなかなか出てないっていうこと、ピッチャーがあんまり良くない、でもそのピッチャーを良くないのに中日打線がなかなか打てないという、うん、だから中日から見るとヤクルトの投手陣もそこそこいいんじゃないかみたいな、うん、まあ、そういうふうな見方ができるんだよね、はい、だからまあどちらか言うとやっぱりヤクルトの方が上いくよね。そうですね、まあ、総合力で確か2年連続で優勝もしてますし、うん、破壊力っていう意味でも、まあ、それとやっぱこうプライドというか、はい、優勝したチームが今年こうなったところで、うん、最下位食らうなんていうのは許されないよね。まあ、ちょっとそうですね。その中には三冠王がいてみたいな、はい、まあ、サンタナ・オスナっていうね、うん、真面目な外国人がいてみたいな、はい、だからもうそれはやっぱりヤクルトの方が上っちゃ上なんじゃないか。まあ、残り試合も20と21なのでそう変わらないですし、うん、あとはじゃあチーム的に負けられないっていうのはヤクルトの方があると思うんですけれども、ここから当たる例えば対戦だったりとか、まあ、DeNA にヤクルトが、はい、まあ、7試合残ってるっていうのはいやらしいよね。あ、そうですね。やっぱモチベーション高いチームだからさ、3位争いとか、はい、ね、一番多いですね、うん、だからまあそういう意味では非常に嫌なカードは残ってるよね、うん。で唯一ヤクルトが勝ち越しているのが中日だけで、あとのチームには、まあ、負け越してるっていう。でも中日も嫌な巨人に7ゲーム残ってるという、はい、負け越してる巨人、はい、だからこれはもうそんなにね、うん、変わりはしないけどこの差でいくと思うよ。あ、もうこのなんか、あ、じゃあヤクルトが6位になるっていうことはちょっと考えづらいですかね、うん、まあそうだな、うん、そうですね。そうだろう、普通に考えてみる、まあ、あとエラーの数とか、うん、やっぱりどうしても中日は今シーズン若手生まれ変わるっていうのが大きいので、そうなのかなって。まあ、エラーももう痛いところで出てるもんな、うん、先制されて満塁で、あ、ゲッツーやと思ったら止めるしてるしさ。そうなんですよ。でも野球ってやっぱ投手力っていうじゃないですか、うん、でもやっぱ中日ってこれだけ投手力あってもやっぱり勝ちきれないっていう。いや、守りだよ、そこなんですね、結局。守りができるかできないかはすごく大きいし、うん、もう常々言ってんじゃん、うん、中日が強い時は外野手3人完璧だったって、はい、守備範囲、肩、打球判断とかも含めて本当にいい外野手が揃ってたよ。だからバンテリンでやる時にやっぱそういう外野手が揃わないとなかなか優勝って難しいよね。そうですね。あと鉄壁の二遊間とか、まあそうだな、センターラインとかね、はい、だからまあそれをまあ入れ替わり立ち替わり、うん、まあ、それはまあチームにはなってないからまだね、はい、しっかりしたあの立浪が理想とするチームにはなってないから、うん、まあ、これはもうちょっと時間をかけてね、はい、ちょっと見るしかないけどもね。そうですね、うん、じゃあセリーグはこのまま5位ヤクルト、6位中日というふうにいくのではないかと。いいですか。はい、いいと思います。いいと思います。本続いてパリーグです、はい、さあパリーグ豊さん、はい、まあ、日本ハムがね5位に上がったっていう時期ももちろん最近ありましたし、はい、ただ今は 0.5 ゲーム差で西武、日本ハムの順です、うん、これはどういう風になると思いますか。これはね、うん、やっぱこう投手力は西武なんだよ、はい、でも意外と蓋開けてみると日本ハムもいいんだよ投手力。そうなんですよね、防御率も。そうでしょ、はい、そしてホームランの数だったら、うん、日本ハムはダントツなんだよ。そうですね、ダントツというか西武から比べるとね、はい、で打てる点が取れるっていうのはやっぱり日本ハムの方なんだよ、うんうん、ただエラーっていうのがね、はい、結構日本ハムは多い。あ、多いですね。そうですね、中日と同じで。だからそうだな、高橋君はあんまり上がってこないんだよね。
で、そうですね、1回離脱して、はい、そしたら2試合悪くて、次の登板でどうなるかわからないけども、うん、あんまり状態的には良くないし、うん、難しいな、これは。ただこれね、あの相性、勝ち越し負け越しのチームを見てると、西武はソフトバンク、楽天、日本ハムには勝ち越してる、まあ、3チームに勝ち越してる。一方で日本ハムはあの勝ち越ししてるチームが一つもない。ただでも 0.5 ゲーム差っていうのはすごい頑張ってますよね。頑張ってる。そうですね。だからこれはなんかね、直接対決が5つ残ってるでしょ、はい、西武と日本ハム、うん、もうこれで決まるんじゃないかなっていうような気がする。あ、そこで 0.5 だもんね。はい、うん、そこで勝ち越したチーム、勝ったチーム、まあ、そうだね、うん、なんかそんな感じがするよ。他はなんかもう一進一退を続けながら、はい、西武も日本ハムも、うん、で直接対決の時にしっかりした差が出てくるのかなっていうふうに思うけどね。じゃあそこですね、うん、ただ西武も打線というかなんとかこう今また出てきてるので勢いよく勝ち切るものが、まあ、はい、まあ、殿崎が良くなった、はい、ね、おかわり君が2打席連続、ほんま、そうです、ね、すごいな、しかしおかわり君やっぱすごいですね、おかわり団が、まあ、渡辺も、うん、まあ、そこそこな、良くなってきてるし、はい、あと昼間がいいわ。そうですね、うん、ただ昼間があれじゃ行き詰まるっていうようなバッティングしてるな。そうなんです、ね、あ、やっぱ広角打法なんだけど、広角に打ててない。センターからだいたい左に打ってるから、はい、あれがやっぱカーンと引っ張らないと、どんどんこっちカットボールで攻められるようになるよ。それ課題ですね。まあ、課題だな、うん、課題がはっきり分かるバッターだ。あ、そうなんですか。いやでも本当にあのバットコントロールだとか、まあ、そういうのは長けてるな、うん、だからまあそういう意味で打て出したっていうことを考えると、西武って言いたいところなんだけど、はい、俺は日本ハムが5位予想なんだよ今年。そうですね。ああ、あれ最下位どこにしてたの。最下位は言えないけどロッテ多分ロッテだったと思うんだ。そういう時もありますね。そう、うん、だから日本ハムに5位になってもらうと、はい、ここを一つ上げて当てたっていうだけでちょっと評価もらえるんじゃないかなっていう。そうですね。どっちにしてもね、シーズン終わったら豊さんの予想の答え合わせするので、そうですね。そうするとやっぱ日本ハムに豊さんはちょっと5位になってほしいと。ちょっと思い入れがあるというね。あ、そうですね、うん、っていうことはじゃあ豊さんの予想は日本ハム5位6位西武にしますか。まあ、もうこうなったらしょうがない。そうするしかないですね、言った手前。ただやっぱりその直接対決でここは順位が決まるんじゃないかなっていう。まあそうだな、うん、5試合の中で勝ち越した方がまた 0.5 上回るわけじゃない、はい、だからまあそういう戦いになるのかなっていうような感じはするけどね、うん、そうですね、まあ、難しいよな。まあ新庄監督はその最下位なんてまあへでもないって、うん、でもよくやってくれたし成長してくれた。で万波が20本打ってくれたとかさ、はい、ね、清宮が2年連続2桁打ってくれたとか、マルティネスがキャッチャーできるとか、はい、軍事取れたとか、まあ、いろんななんか来季に向かう光が輝いてるよね、うん、いろんなところで、はい、だから、まあ、最下位になったって来年やり返してやるぐらいの気持ちでいるから、まあ、最下位になってもいいと思うってる、うん俺監督じゃないけどな。最後監督みたいになってましたね。思ってるみたいな。思ってる。そうか。まあそう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 。だから予想からするとやっぱり日本ハムがね、うん、今年は一つぐらいは絶対上に来るっていうふうに信じてたから、はい、ほら見たことかって、うん、え、また落ちたのみたいな、うん、もう知らん顔してて上がった時のほら、そう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 、そうなります。今こんな状態だからさ。確かに。いやでも日本ハムが最終的に、うん、まあ、来てほしいなって思う。そうですね、はい、いやただね、やっぱり5位6位チームはもう来シーズンに向けて走り出してるところももちろんあるでしょうし、今年やっぱり不甲斐ないな、だから来シーズンはやっぱり順位を上げたり A クラス優勝を狙っていこうっていうチームばかりですし、まあまあそうだね、うん、いや力を持ってるよみんな。そうですね。だけどこの中でやっぱり光が見えないのが中日、うん、うん、ただその今年のドラフトによってまた変わってくるかもわからないし、うん、だからもうそろそろある程度こうポジションをこうしっかり決めてね、はい、うん、戦っていると来季見えてくる光があるかもわからない。あ
とはそのシーズンオフの FA っていうのも来シーズンに結構関わってくる、ね、まあ、もちろんそうだし、まあ、中日が持ってるね、うん、FA を持ってる選手たちが、まあ、どうなるかっていうことでもまたチームは変わってくるしね、うん、そうですね、まあ、日本もそうだし西武もそうだし、うんね、やっぱりそれと何といってもファンの方が最後までチケットを買って球場に来てくれてるわけですもんね。豊さん、それに対してはいや、それはね、うん、やっぱり応援してる以上勝ってほしいと思ってるはずだし、うん、まあ、一つでも上を目指すことによってね、うん、ファンが救われるんじゃないかなっていう気持ちが救われるんじゃないかなって、うん、でもそういう一つ上を目指すような姿勢を見せるだけ、はい、おそらく昇格ゲームにもう4チームは入ってると思うけども、うん、まあ、だけどそうじゃなくて来年を見据えた光を見せてくれると、うん、やっぱりファンっていうのはいつまでも応援してくれるあったかいもんだからさ。そうですね、うん、だってこの4チームを本当に応援してくれて球場に見に来てくれる人たちって、うん、本当のファンが来てるよ。いや、そう思うよ。いや、そうですよね。そう思うよ。いや、だから一つでもね、上に行かなきゃいけないし、一本のヒットでも、うん、一本のホームランでもやっぱ最後まで見せてあげようという気持ちでね、うんうん、まあ、頑張ってほしいなっていうふうに思います。はい、はい。